とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しいモッド入れてみました。何のモッドかっていうと、俺のアーティファクト欄見てください。A の部分が、なんか見たことないやつでしょ？これ、なんと、ワーデンを召喚しちゃう、モッドです。ワーデン、これね、実は、ゴーレムキットなんですよ。ゴーレムキットが、ワーデンに変わっちゃうっていうやつで、強さは多分、ゴーレムと変わんないと思います。まあ、とりあえず、どんな感じなのか行ってみましょう。行け、ワーデン。動かないぞ、ワーデン。おい。あ、動いてくれた。動いたけども。いや、弱いわ、弱いわ。これ、普通の、ゴーレムとなんだ変わりないじゃん。いやいやいや、使えないよ。でもまあ、この見た目はいいね。見た目はいいよ。ワーデン、すごい頑張ってくれてる。いや、もう、これは、もうタンクとして使っていって、で、自分は、あれだね。キノコ使って、普通の装備で行くといいのかもしれない。うん。ワーデンにあんまりね、期待せずに行きましょうか。いや、久しぶりにこの召喚使ったわ。うん、タワーでは使うけどね。タワーでは使うんだけども、普段は使わないからね。いや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 。厳しいわ。やっぱり。もうちょっと強ければいいけどね。ちょっと装備を変えていきます。怒りと、あと、キノコぐらいでいきましょうか。はい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 、行くぞ。うん。いや、もうほとんどワーデンが仕事してない。もうほぼ俺が倒すじゃん。いや、見た目はいいよ。見た目はね、すごく、いつもと違う感じで、いいんだけども、実用性はゼロですね。実用性はゼロ。うん。まあいいや。とりあえず、ボスまで行っちゃいましょう。連射コントローラーが多分、今日か明日には来るんだよね。そこでちょっと俺は本気出しちゃうよ。いやいや、本気っていうか、やりやすくなるだけだけどね。よし、オッケー。ボス着きました。あ、これ死ぬな。死んじゃうね。いいか。やられた時どんな風になるんだろうね。やられた時がさ。あ、見えない見えない。ちょっとワーデン一回やられて。お、お、あと一発。ワーデン！ワーデンバラバラになっちゃった。ワーデンバラバラになっちゃった。マジでそんな死に方するの？悲しすぎる。ワーデン悲しすぎる。あー、俺のワーデンがまたやられた。やられたワーデン。俺のワーデンが、やられるときちょっと悲しくなるね。ぐるぐるぐるって、バラバラになる姿が、なんとも悲しいやつです。はい。ということで、今日は、ワーデンモッド、やってみました。ゴーレムキットが、ワーデンに変わるっていうやつですね。性能は全く変わりません。ただ、死ぬ時がなんとも悲しい感じになっちゃいます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。